はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？ババーン。前回の動画でリストストラップラベルとホールド感についてこんなんじゃないですかっていう動画を出させていただいたんですけど、今日はその中でも少し言ってましたが、ここ窓ですね。コンベンショナルバッグの窓、窓っていうのか本当かどうか知らん窓ですね、はい、こちらとホールド感の関係を考察していきたいと思います。それではどうぞ。で、そのこの窓なんですけど、どういうことですかっていうと、狭いか広いかみたいなところを中心に見ていきますが、アメアスポーツジャパンさん、まあ、この中ではウィルソンですね、が今年の21年のカタログの中で、冒頭にね、こういうふうに型とウェブっていう特集を組んでらっしゃいます。で、私がどうこう言っても本当かなみたいなことになるんでこちらのチャート、カタログからチャートを引用しながらお話を進めていきたいと思いますね。で、内容的には投手、内野手、外野手ということで分類されてらっしゃるんですけど、その中の内野手で型の種類と特徴、どういうふうに分類されてるかというと、背面窓の広さと、それから土手のヒールの間口の広さ、こういったところで分類されてますから、見ていきたいと思いますね。それではカタログから引用しますが、こちらウィルソン D6 型でございます。 D6 型は広めの背面窓、また広いですね。背面窓が広いというのはどういうことか。背面窓に広い空間があることで、グラブを柔軟に使いやすい。つまり、簡単に言うと、こう、開閉が柔らかいという風な解釈でよろしいかと思います。対してこちらは、USA モデル主力の86型。こちらは狭いですね。ほら、全然違います。こちら狭い窓の特徴はと言いますと、背面窓が狭いと指先まで力がより伝わりやすく、こうホールドしてますからね。はい。強い打球に負けにくいですということで、USA のモデルはこの狭いのが多いですね。キュッキュッキュッってこういう感じですけれどもね。ということで、大体の容量をお話ししたところで、順番にグラブ比較していきたいと思いますね。こちらは日本型 D6 ですね。広めとさっき言いましたが、ちょっと D5 と比較してみましょうか。D5 はアルトゥーベさんが使ってる向こうのモデルですけども。はい。D5、D6。ほら、違いますね。こちらは日本で販売されている86型です。これも D6 型と比較して狭いのがわかります。この86の日本式バージョンがこちらの DO。これね、ほぼ同じような作りで作ってるんですけども、DO ちょっと違う。何が違う？こう間口もちょっと違うんだけど、背面窓の大きさも86は狭いですが、DO は広く作ってございます。そんな違いがあるわけですね。ちなみにこちらは日本で売ってないですけど、ダットデュード。ブランデン・フィリップスさんが使用したモデルですね。やっぱり狭いです。はい、じゃあ今度メーカーさん変えてね、比較してみましょうか。こちらは定評のある R64HOH Japan のモデルですね。内野手用です、もちろんね。背面窓。広めですね。こちらは、もう今オーダーでしか選択できませんけど、MLB 型、NP4。NP4 は狭めです。比較してみましょうか。日本型 R64、広い。
NP4 狭いね。違いますね。じゃあちなみに日本で販売されてますけれども、ノーラン・アレナドさんのモデル、まあ、200パターンベースだと思うんですけど、どうですか。メジャー型はやっぱり狭めっていう傾向にございますね。そしてこちらは日本では販売されてませんが、31パターン。はい、どうですか、この違い。違うもんですよね。はい、ここまでね、内野手中心に見てきましたが、外野手もやっぱりございますので、ローリングスを例に見ていきましょうか。こちら、主力の R80 のパターンですね。はい。日本型になります。小指2本入れですが、背面窓こういう感じです。広いですね。それに対して、303ベースだと思うんだけど、BH8。こちらがメジャー型。これも市販されてる分ですよ。BH8 と R80。R80、日本型の方が広いですね。ということは、柔軟に開閉しやすいということになりますね。外野手型でも、こんな感じでございました。はい、じゃあ最後に昨今人気の、源田さんのグラブと比較してみましょうか。他のグラブね。広いポケット、広い間口ということなんですが、ほら、背面窓も広い。もうピンキーループ、小指掛けが見えちゃってますね。比較してみましょうか。先ほど見た NP パターン。源田さんモデル。NP パターン。源田さんモデル。ほら、違いますね。はい、ということで背面窓に注目して、今回はウィルソンさんの整理したチャートの内容に照らしてね、お話をしてきましたが、どうでしたでしょうかね。前回のラベルとストラップの関係とともにですね、この背面窓というのが非常にこのグラブのフィーリングに関係してくるっていうことがお分かりになっていただけたのかなと思います。グラブ選びに役立てばと思ってやってみました。手入れないとわからないですよね。まあ、それぞれ皆さん手の大きさ厚みも違います。指の操作も違いますので、じゃあどれが一番向いてるのっていうのは、ぜひ店頭で確認してというふうなことになると思います。それでは皆さん、さようなら。